はい、今日は環境アセスメントについてお話ししましょう。環境アセスメント、皆さんもね、何か聞いたことあるという方も多いと思います。環境アセスメント、略して環境アセスと言います。まあ、どういうものかと言いますと、大きな事業を行うときにですね、特にまあ代表的なものといえば道路ですとかダムとか鉄道とか空港とか発電所ですね。まあ、こういう、構造物を作った後で、その完成した後に環境にね、ものすごく悪い影響を及ぼすものだったら皆さんどうでしょう。付近の住民と後々にね、トラブルになる恐れがありますよね。ということで、まあこういう大きな構造物を作るときには、事前に環境への影響を予測したり評価したりしてね、環境に、まあ、配慮する手続きをしましょう。まあそうすることで住民とのトラブルを防ぎましょう。まあそういうことなんですけれども、まあ構造物ですので、環境に全く影響がないものっていうのはないですよね。まあ環境への影響ゼロっていうことはないですよね。なのでですね、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業ですね。まあそういう事業を行う前に、事前に環境への影響を予測とか評価して、環境に配慮する手続きをしましょうということなんですよね。ここでポイントなんですけれども、手続きっていうのがポイントなんです。つまり許認可ではないということなんですよね。手続きなんです。事業そのものをね、規制するものではないんですよね。道路とかダムとか鉄道、空港、発電所、もう困るなーって思うけれども、そういう事業を反対するものではないんですよね。でも環境への影響を予測している時点でね、ものすごく大きな損害がありそうだったり、まあ住民の反対が大きくて同意が得られない場合には、話し合いの中でね、どうするかっていうのは、まあその事業が中止になる場合もあるかもしれませんけれども、そのまま実施される場合もあるということなんですよね。まあそうすることで、なるべくこう完成した後に住民とのトラブルに結びつかないようにね、あらかじめそのトラブルを防ぎましょうということなんですけれども、これ誰がやるのということなんですけれども、これは事業者自らが環境アセスメントを行います。規模が大きいものはもう特にね、それはもう影響も大きいわけですから、しっかりやってもらいたいですよね。そこでその規模の大きさによって、環境アセスっていうのは3種類に分かれるんですよね。まずその大規模なもの、大規模なものは飽和アセスというふうに言いまして、必ず必要なものっていうのと、必要かどうか個別に判断するものというものがあります。必ず必要なものっていうのは飽和アセス第一種っていうふうに言われています。必要かどうか個別に判断するものは飽和アセスの第二種というふうに言いますね。それから中ぐらいのものは条例アセスというふうに言います。これは自治体の条例に沿ったアセスメントですね。それから今はもう少し小さいもの、小規模なものもありまして、それは自主アセスというのが、求められるわけなんです。これね、環境アセスメント、ただやるだけではいいっていうのではなくて、この環境アセスメントが適切に行われているかどうか、これがですね、行政の担当部局がチェックをします。その環境アセスっていうのは事業を止めるものではないんだけれども、じゃあ環境アセスでね、環境は守れないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、もしこの事業がものすごくね、環境への大打撃、悪影響、損害がものすごく大きいときは、それは事業のね、進行をこう慎重にしなきゃいけないんでしょうし、また住民の反対がものすごく強い場合も、ちょっとこう、慎重に判断しなきゃいけないので、事業を止めるものではないんだけれども、まあその施設というのは人間の生活に必要なものがまあ作られるわけなので、その社会環境と自然破壊を防ぐのか、これを天秤にかけるってことなんですよね。一つは社会環境。
もう一つは自然環境。この双方に配慮しないといけないですよね。この双方に配慮して良い決定をしましょうというのが、この環境アセスメントの精神であるんですよね。そして住民とのコミュニケーションをとても大切にしています。聞いてないよなんてことがないように、もう何回も何回も、環境アセスメントの段階があるんですよね。で、その段階を説明していきましょう。環境アセスメント、事業者がやるというお話でしたが、何をするのかというとですね、調査、予測、評価をします。なんだろうって思いますよね。この3つ、まあ、大雑把に言いますと、調査っていうのはですね、まあ、この既存の資料などもしあったらね、こういうのを集めて整理したりしますね。そして実際に現地に行ってみて、何かこう機械で測定したりとか観察を行ったりします。そして予測ですね。予測というのは、まあ、コンピューターなどで各種のその予測式に基づいて計算をします。それから景観などについては 3D 動画ですとか、合成写真を作成するそうですね。例えばこの自然豊かなところに構造物を建てるときに、構造物できた後の予想図など、まあ、そういうものを作るってことなんですよね。それから評価。評価は、まあ、実行可能な最大限の対策が取られているか、まあ、こういうふうなことを評価します。それから環境保全に関する基準や目標などを達成しているかどうかということなんですよね。事業者が行うというお話でしたけれども、事業者がやるといってもやっぱり専門の知識が必要ですよね。多くの場合には環境コンサルタントに依頼されるそうです。そこでですね、法アセス、についてお話ししますと、法アセスにおける環境大臣の定めた、基礎的事項というのがあるんですね。法アセス、今言いました、大規模なものですね。法アセスにおける環境大臣の定めた基本的事項というのがあります。これね、5つあります。5つね、挙げておきましょうか。環境の自然的構成要素の良好な状態の保持、環境のその自然的構成要素の良好な状態の保持っていうのがあるんですね。大気の、大気の環境ですよね。空気汚染あるか。そして水環境。これ、水のね、水質汚染があるかないか。そして土壌環境。土壌汚染があるかないか。まあ、その他のね、環境。それから2番目としては、生物多様性の確保及び自然環境の形態的保全。これは植物とか動物とか生態系ですね。貴重な動植物がある場合は、特にね、これは重要な要素になってくるかもしれませんよね。それから3番目、人と自然との豊かな触れ合い。これは景観ですとか触れ合い活動の場っていうことですよね。まあ、住民たちがね、とても迷惑になるような、迷惑に思うようなものは、困りますのでね、ちょっとね、課題になりますよね。それから4番目、環境への負荷。これはですね、廃棄物など、そして温室効果ガスなどっていうことですね。まあ、どういう廃棄物が出てくるのかとか、温室効果ガス、まあ、化石燃料の発電所などだとね、こちらに引っかかってくるっていうのが、まあ、考えられますよね。それから5番目は、一般環境中の放射性物質っていうことで、放射性の量っていうことですね。これはまあ、原子力発電所などに、まあ、関わってくるっていうことですよね。この太陽光ですよね。太陽光発電のその事業っていうのは、以前は環境アセスメントなかったんですよね。はい、それでは次は環境アセスメントの流れについてお話ししましょう。環境アセスメント、事業者と住民のコミュニケーションを大切にしましょうという役割があります。ですので、私たちが住んでいる町に突然事業者がやってきて、ガクガクしがちか、まあ、こういう施設を建てますよ、よろしくねっていうお知らせがパンと来てね、突然工事が始まるなんてことがないようにですね、これ事業者がどこにどんな規模の構造物を作るのか、そして環境への配慮はどのようにしていくのか、
まあ、こういうことを住民に伝えて、でその際に住民も心配事ですとか質問をね事業者に投げかける、まあ、こんな機会が必要ですよね。こういう機会を設けましょうということです。環境アセスメント、まあ一つの例として、法アセスの流れを説明しますと、1,2,3,4,5、この5の段階がありますね。5段階あります。5段階、説明していきましょう。第1、配慮書。配慮書っていう事業者が、まあ、作る資料があるんですけれども、何々書っていう形で、まあ、5段階あるんですね。これは、事業者が作る書類の名前で段階が分かれています。第、1番が配慮書、2番方法書、3番準備書、4番評価書、5番報告書、1,2,3,4,5。このように5段階ありますね。ですので、1番、まずは1番の配慮書からスタートします。まず事業者は配慮書を作成します。事業の位置ですとか規模、そして環境保全のために配慮すべき事項、検討結果をまとめますね。で、ここで一般からの意見を求めます。実はこの段階が一番大事だというふうに言われています。なぜならですね、授業がどん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 始まっていっちゃってスタートしちゃうと、住民の要望があっても授業も変更が難しくなってきてしまう。変更がしにくくなってしまうからなんですよね。で、先ほど言いました調査予測評価が行われる前にですね、前に、意見を伝えるということができるので、まあ、この機会が大事だということなんです。で、この段階で一般からの意見っていうのを、取り込まれるわけなんですが、一般からの意見だけでなく、都道府県などの意見、そして主務大臣意見、そして環境大臣意見も盛り込まれるということになるんですね。そして、対象事業に係る計画が策定されます。で、ここで第2種事業になるかどうかのスクリーニングをされます。そして、その後、次の段階、方法書が作成されます。事業者が方法書を作りますね。作成されます。で、ここでは環境アセスメントの方法を伝えます。調査、予測、評価の方法ですね。これを住民に説明するために、ここで説明会が開かれます。ここでもね、一般の意見が求められます。そして、都道府県などの意見、主務大臣意見、環境大臣意見も盛り込まれますね。で、次に準備書。これはですね、事業者、まあ、準備書を作るわけなんですけれども、環境アセスメントの結果を伝えます。一般からの意見を取り入れるのは、この段階までなんですね。この、準備書の段階までです。そして、その後評価書、意見を踏まえて修正したものを作って、まで、建築のね、その許認可などの申請があって、で、事業が実施されます。そして最後、報告書。事業者は報告書を作って、環境保全措置のね、実施状況を伝えるものを作ります。で、まあ、このように自分たちが意見を、こう、聞いてもらう機会がありますのでね、地域の皆さん、ぜひね、何かこう、事業の計画があるときには、無関心にならずに、ぜひね、参加していただきたいと思います。そして、メディアですとか、環境保護団体などの、などとの連携も大切ですよね。なぜかといえば、環境保護団体っていうのは、どこにこう、貴重な生き物や植物があるかとか、ものすごくその自然環境とか生態のスペシャリストなんですよね。例えばこう渡り鳥のルートですとか、そして、モニタリングサイト1000などのようにね、自然調査をしているところ、国立公園がどこにあるのかとか、自然保護が優先されているところはどこなのか、まあ、すごく、知っているわけです。そしてメディアとの連携、メディアは広くね、こう知らせるという、役割がありますので、まあ、こういう問題が起きてますよっていう、まあ、自分たちが悩んでるだけじゃなくてね、他の地域にも同じように悩んでる方がいらっしゃるかもしれない。そういうことでですね、まあ、連携というか、こう結びつきが生まれるわけなんですよね。で、その環境アセスメント、事業者だけが作るんですかっていう、まあ、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。これでですね、住民アセスというものもあります。これですね、皆さんがお住まいの地域にね、
事業計画ができるとしますよね。でその時に事業者に環境アセスをやってくださいと言うと、あ、いえいえ、これはね、この事業は環境アセスメント対象外ですよというふうに言われることがあります。こんな場合、じゃあ住民側は何もできないのっていうことなんですよね。何もできないということはありません。事業者が、まあ、自主的に市民団体と連携して、簡易的に行うアセスメントもありますし、住民がこう自主的にやる住民アセスというのもあるんですね。まあ、住民側がこう自主的に行うアセスというのがあります。再生可能エネルギー施設に関しては、環境省や風力発電協会が出しているガイドラインがあるんですね。まあ、そういうガイドラインも参考になりますし、住民アセス支援サイトというものもあります。これはですね、市民発環境影響評価への導入支援サイトというのがありまして、でここにはですね、自然環境の大切なデータですとか、まあ先ほど申しましたモニタリングサイト線がどこで行われているとかですね、そういうものもわかります。それからですね、 EDAS っていうのがありまして、環境アセスメントデータベースっていうのがありますね。でそして全国の開発事業の位置が一目で分かるようになったりとか、また希少動物の生息地域なども確認できるんですね。でこういうまあデータベースを見たりすることで、皆さんの地域の貴重な価値ですね、ただの田舎だと思ってたら実はものすごくね価値がある地域だったってことを改めて知ることができたり、まあそういうことにつながって、これはまあ次世代につなげていきたいと、まあ、こういう大切な、資源というのは次世代につなげていきたいと、まあ、そういうような意見があれば事業者も環境に配慮した工事に変わってくると、まあ、そういうような可能性があるわけですよね。で、このアセス図書というその配慮書、方法書、準備書というのは、まあ、アセス図書ですね、これはね、縦覧されています。まあ、期間が定められているんですけれども、私たちもですね、事業者のウェブサイトや地域の行政のウェブサイトから私たちも見ることができますので、ぜひねこういうのを検索していただいて、またねなんか勝手にやられちゃうっていうのではなくて、自分たちもぜひね参加して、まあ問題を解決するためのヒントですとか情報、または知恵がですねウェブサイト上にありますので、ぜひ検索してつながって、まあより良いね方法を選んでいただけるようにしていただけたらと思います。はい、環境アセスメント公表されています。環境省ですとか自治体のホームページから誰でも見ることができるんですね。例えば今一つ、まあ、例に挙げますと、埼玉県小川っていうところにメガソーラーの計画があります。5月中旬現在、準備書の段階で環境大臣の意見書が発表されていまして、環境省のホームページからアクセスすることができます。私もねざっと読みました。5月中旬現在なので、放送している6月中旬は期限が切れているかもしれませんけれども、もし、まあ、これがね切れたとしても、また他の案件がまた環境アセスメントが公表されているかもしれませんので、ぜひ皆さんね環境省のホームページアクセスしていただいて、見ていただきたいなと思うんですけれどもね、まあ、何が書いてあるかっていうと、埼玉県小川にできるメガソーラーに対して、まあ、環境大臣からの環境大臣としてのね意見が書いてあるんですけれども、この意見がかなり厳しいことが書いてありました。盛土の問題ですとか廃棄物の問題ですとか鳥、まあ、鳥類とか生態系への影響が懸念されますよとかですね、特にまあサシバ、これも希少動物国際サシバサミットっていうのあるぐらいで、まあ、国を超えて保護していこうっていう鳥がいるんですけれどもね、営巣だからまあ巣とか繁殖がここで確認されてますよっていうことで、大規模な森林伐採ですとか土地の改変があると動植物の生息環境ですとか、生育環境とかね、まあ、そういうところが消失または撹乱される恐れ、大きいと。
ですので、この鳥類とか生態系への影響を、まあ、極力低減することっていうことで、環境を保全するためにも、その影響を極力低減することっていうふうに書いてあって、まあ、素人の私から見るとですね、私はメガソーラーを建てるね、専門家ではないので、ちょっと素人目から見ると、この書き方っていうのは、もうかなり厳しいんじゃないかな。まあ、中止しなさいって書いてるような、ふうに私は私の個人的な意見ですけれども、これも中止しなさいってことじゃないかななんてね、まあ、いい方に考えたりはするわけなんですけれども、極力といってもね、これはまあかなり厳しい意見だなっていうふうにね、まあ、決してそのぜひメガソーラー再生可能エネルギーということでですね、そのぜひ推進していこうっていうのとは真逆の意見だなって私は思いました、まあ、メガソーラーが悪いわけじゃないんですけども、こう建てる場所ですよね。建てる場所はもうすごく考えなくちゃいけない。なぜかというと、これで住民が意見をするのが準備書が最後ですので、もうこの段階で皆さんもね、住民の方々ぜひ興味を持っていただいて意見を言っていただきたいと思うんですよね。なぜかっていうと、これはもう住環境への影響もありますし、またその自然っていうのは経済の源であるって私常に言ってるんですけれどもね、その経済の源が壊されるということですので、住民の方々ぜひ興味を持っていただいて参加していただきたいなと思います。なぜかというとね、これ立ってから反対しても遅いんですね。で、今の時代っていうのは勝手にね、事業者が建てて住民が知らなかったっていうことないように、住民と事業者とのコミュニケーションを取っていこうということですので、まあ、こういうものを建てますけど皆さんよろしいですかっていうふうに事業者が言ってますので、ぜひね、皆さん住民の皆さんは意見を求められていますのでね、興味を持って、参加して自分のご自身の意見をぜひ発信していただきたいなって思うんですよね。ラジオを聞いている皆さんのお住まいの近くにその再生可能エネルギーの施設ができる可能性が大変高いです。で、まあ、この時にですね、環境アセスメントはっていうふうに聞いても、あ、うちの事業は対象外ですよっていうふうに言われる可能性がありますので、その時には自主アセスっていうものがありますので、ぜひね、皆さんご自身のご意見、まあ、心配事ですとか、もしくはもう生態系にね、とても大事なその生き物たちが住んでいることがもうはっきりわかるとか、渡り鳥のルートになっているとか、まあ、そういうことが専門家の意見をね聞いてね、わかる場合には特にですね、意見を言っていただきたいと思います。私たちは環境への配慮をしてくださいというふうに言える主張できますので、ぜひ主張をしていただきたいと思います。川崎もですね、地球温暖化防止推進センターであって、で、まあ、再生可能エネルギーからそういうところから、ね、電気を変えましょうとは言っているんですけれども、まあ、住民と揉めてないようなねところっていうのもきちんとあるわけなんですよね。業者の中には住民と揉めないで建設がされているようなところもあって、まあ、まあ、そういうところから買うっていうような、住民と揉めてるような再生可能エネルギーの施設からは電気を買わないっていうようなね、で、乱開発のねところからは電気を買わないっていう風な、そういう風な方針でやってるみたいなので、だから必ずしもね、全ての事業者さんが全て悪質で住民とトラブルになってるかっていうと、そういうわけではなくて、住民と揉めずにね作っている事業者さんもあって、で、買う側が、まあ、住民と揉めてないところから買うっていう風になってるみたいなのでね、はい、事業者はもう本当損にならないように環境に配慮した建て方をぜひしていただきたいと思います。それからですね、いいですというサイト、私もね、これ、環境省のホームページの中からアクセスできるんですけれども、私も見てみました。少しね、覗いてみたら、やっぱりですね、環境アセスメントでやってるところがわかるんですよね。びっくりしちゃったのは、青森県の六ヶ所村の西側ですよね。もう二重に網がかかっていて、風力発電なんですけれども、配慮所の
段階のものと準備書の段階のものとね、ちょっと重なってたんですよね。うん、でか、それから陸奥湾の方は洋上風力だと思うんですけれども、洋上風力もあって、これが黄色い色をしてたので準備書だと思うんですけれどもね、すごい計画があるなと思って、たくさんね計画が進んでいます。そして伊豆半島ですね、伊東から先の南側ぐるっと洋上風力環境アセスメント中です。これ配慮書の段階でしたので、もう意見言うなら今です。もうこういうふうにね、事業者さんが皆さんへ意見を求めてますので、ぜひ、住民の皆さんは環境へ配慮したやり方に変えてくださいっていうふうにね、意見を言う、主張できる、そういう機会が設けられてますので、ぜひ伊豆半島ね、お住まいの皆さん、特に伊東とか下田とかにお住まいの皆さん、ぜひね、興味持っていただいて、本当に良い環境が次世代にね、つなぐように。まあ、伊豆半島なんていうのはもう本当に日本が誇る、富士山の、まあ、目の前の海ですので、とても環境大事ですよね。風景ですとか環境とても大事ですので、ここは本当に日本全体に関わると思うんですよね。この、富士山の元って言ったらもう日本全体にかかってくる問題ですのでね、ぜひ皆さんも興味を持っていただきたいと思います。さて今日は環境アセスメント話題にしてきました。とても難しい問題なんですけれども、今再生可能エネルギー増やしてますので規模も大きくなる可能性があります。皆様の住環境の中に入ってくる可能性がありますので、これはもう情報共有ということでですね、話題にしました。大きなものが建ってから環境が壊されたと泣き寝入りすることないようにですね、自主アセスなどもありますので、皆さんね、賢くなって、ふるさとの自然、守るようにね、方向を、軌道修正できますのでね、ぜひ調べていただきたいと思います。引き続き川崎 FM でお楽しみください。ということで、ご唱和です。来週も To the Nature、 来週も自然の中でお会いしましょう。